ケビー一発簡単にいけないでしょ。確かに高くなったあー、いや、とりあえずよし、ケビー。それでは、今回もキャンプお疲れ様でした。お疲れ様でした。ケビー。ケビチリ50分オレンジはね、オレンジどうだったっけ。オレンジもぬるい、ゆるいはず。赤が一番早い。惜しい。待って、できるかも。行くよ。できた。20朝が映ってる。朝が映ってる。あ、かわいい。朝って、パパ、パパ、じゃあ行くよ。すみません、先に。
確かに。今は一応1ヶ月半だけは残ってくれって、そのクラブ側から、あの中区にタープ、はあ、そこをオープンした時に浜が繋げたい。あんだけ道具持っておきながら。時計、うん、いいところがあるやん。完璧じゃないですか。いや味付けしてないですけど大丈夫ですか。いいか。ウィンナーいらんやろ、ね、マスタードがあれば一番いいんだけど。あ、あれ食べたいです。あのオーロラ、オーロラソース聞いたことない。ウィンナーにオーロラソース美味しいです。うまい。まあケチャップはね、もういいよ。もういいっすか。初はうまいんですよ。初はうまい。うん、うまっ。ほわー、アジ明日起きてるかもしれない。終わりました。はい。中村、恐怖体験とかないの？福岡の学生の時に牛首ダムっていうなんか牛首神社とかあるんですけど、福岡に有名なね。有名な、はい、うん。そこに友達といた4人で行ったんですけど、うん、ちょっとこう柵越えていくところだったんですけど、祭り？祭りの中を歩いてる感じがするっつって、どういうこと？って言ったら肩がめっちゃぶつかるっつって、フロントガラスの端っこに。いやもうそれもうマジで本当に言おうみたいな、マジで言おうみたいな。こんなうまかったかな。あとスーじゃないか、スーパー、あー、くどき上手、スーパーくどき上手、あどっこい、あどっこい、いけたとかい。汁なしです。はい、汁なしです。お肉一つと、うまいうまいですよね。しみしみよ。しみしみです。しみしみです。しみしみです。めっちゃ恥ずかしがりやすね。中心を探して、あれみたいな、いわゆるスームルームみたいな。ドジ、俺はどの焼酎をつまもうかな。紅はるかか、どれだ、うん、どうし、もうちょっといいやつがあるじゃん、こう、こういうやつとか。うまい。うまい。知らんけど、こうじゃないな。どうする？目ができんな。それいいじゃん。いや、あれ隠れてるでしょ、これ。これちょっと、隠れてるでしょね、マジで。しゃべれないですよ。調子いい。やってる？やってる？ちょっとこれじゃなくて。
質問ってことないですか？うん、え？大崎さんの一本の楽しい話と怪談話が本来 MVP ということで締めさせていただきましょう。お手前します。よーお、お疲れ様でした。え？それは長谷川さんみたいな。